こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はロングウォレットの作り方パート6になります。パート1からパート5はですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、まだご覧になってない方はぜひそちらもご覧ください。今回の動画ではロングウォレットの本体部分を製作していきます。薄いロングウォレットを製作するための本体の裏張りですとか、仕上げ方を紹介したいと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは作業を進めていきたいと思います。前回の動画までで内側のパーツがですね、すべて仕上がったので、今回の動画ではですね、本体の、貼り合わせをしていくんですけれども、普段ですね、フールのライダースウォレットなんかは、一番外の革は1ミリ厚の革と2ミリ厚の革を貼り合わせて作るんですけれども、今回のロングウォレットはですね、薄めのシンプルな、ロングウォレットを想定しているので、この一番外の革はですね、1ミリ厚の革と1ミリ厚の革を貼り合わせていきます。ただその厚さだと長年使っていただくとちょっと型崩れを起こしてくるので、今回はですね、内張りにこの、芯材を1枚貼り合わせておきます。今回使用している芯材はバイリーンの薄口ですね。こちらにボンドを塗っていきます。はい、ボンドをしっかり塗り終わりました。このバイリーンをですね、この本体の大外外装にあたる革の裏に貼っていきます。貼り合わせをする目印のこうラインを引いておくと、ずれずにね、貼りやすいので目印を、つけておいた方がいいと思います。はい、中央部分をですね、少し曲げ張りしながら貼っていきます。で、バイリーンはですね、コバが決まらないので最後ですね、内張りをする革の貼り合わせをする面積を、残しておいてください。だいたい僕はですね、5ミリから7ミリぐらいは残すようにしています。はい、貼り合わせをしたらですね、ローラーでしっかり圧着をして少しね、なじませています。はい、こちらがですね、裏張りの革なんですけれども、貼り合わせをする前にですね、先にこの中パーツを貼り合わす部分の目印をつけておきます。今回ですね、一番外の本体の革はですね、中空で貼り合わせをするので、貼り合わせをした後だとですね、この足付け作業がすごくしづらいんですよね。ですから貼り合わせをする前にですね、このドレッサーヤスリを使って足付け作業をしておきます。足付け作業っていうのは、以前の動画でもね、説明したんですけれども、接着用のボンドがですね、しっかり定着しやすくするために、毛羽立たす作業になります。これをですね、インナーパーツ貼り合わす部分すべてにしていきます。はい、足付け作業が終了しました。終了したらですね、今度は貼り合わせ用のボンドを塗っていきます。こちらはですね、本体の部分と内張りの部分を貼り合わすために5ミリから7ミリの幅でボンドを塗っているところです。ぐるっとね、一周ボンドを塗っておきます。はい、本体外側の革にも同じようにボンドを塗っていきます。はい、ぐるっと一周ボンドを塗り終わりました。はい、そしたらですね、ボンドを塗ったところを貼り合わせをしていきます。まずはですね、側面部分から貼り合わせをしていきます。今回のウォレットはね、この一番外の外装部分が中空になっているので、面がね、歪まないように気をつけながら貼り合わせをしていきます。で、カードケース部分やお札入れの部分が、装着される面はですね、平面を保ちながら貼り合わせをしていって、はい、ここの部分ですね、まずはこのヤスリがけをした目印のところまで貼り合わせをして、今度はですね、逆側を貼り合わせしていきます。コツとしてはですね、
片側から順番に貼っていかないということですね。あとこの内張り用の革はですね、一番外の革から比べると7ミリほど短くなっています。はい、こういった感じで両側から革を貼っていきます。そうするとですね、こういった感じで曲げる部分の、中央部分が、浮いていますので、一番最後にですね、ここを貼り合わせしていきます。こうすることで、中空の革をですね、歪まないように貼り合わせすることができます。はい、こういった感じですね。いい感じにできたと思います。はい、問題なければしっかりですね、ローラーで圧着をしていきます。この圧着がね、緩いとちょっと浮いてきたりするので、しっかりね、圧着をしてください。はい、しっかり貼り合わせをしたら、今度はですね、インナーパーツを貼り合わせをするためのボンドを塗っていきます。先ほどですね、ヤスリがけをした部分にこういった感じでボンドを塗っていきます。僕はですね、このチューブタイプのボンドがすごく、使い勝手がいいので、このボンドを多用しているんですけれども、慣れてない方はね、少し難しいみたいなので、缶タイプのね、ボンドでも構いませんので、そちらを使用してください。はい、本体にボンド塗り終わったら、今度はですね、インナーパーツの方にもボンドを塗っていきます。こちらは、お札入れの方ですね。フールの、定番のロングウォレットはですね、奥側に小さなマチをつけているので、少しね、複雑な、形になっているんですよね、この部分です。ただこれがあるとですね、すごく開口広くなるので、見やすくなるんですよね。はい、カートケース部分にもボンドを塗って、これね、向きを、しっかり確認をして、順番に貼り合わせをしていきます。この時の貼り合わせもですね、両サイド貼った後、そこの部分をですね、中央に貼っていくとずれることが少ないです。このね、貼り合わせがずれてしまうと、後のですね、面取りの処理がですね、なかなか大変になってくるので、ここはですね、もう焦らずじっくり丁寧にね、貼り合わせをしていきましょう。はい、カードケース部分がこれで貼り合わせできました。ここの部分なんかも合計4枚ぐらい革が重なっているんですけれども、隙なんかがね、うまくできているので、かなりね、薄く仕上がっていますよね。同じ要領で、お札入れの部分も貼り合わせしていきます。はい、貼り合わせたらですね、こちらの方も外れないように、これはですね、ヘリ磨きですね、こういったものですとか、こういったローラーなんかを使用してしっかり圧着をしておきます。はい、いい感じにね、貼り合わせができたと思います。そしたらですね、次は、面を整えていきます。こちらはですね、穴開け用のラインが曲がらないようにするためのヤスリがけですね。ぐるっと一周ね、ヤスリがけをしていきます。はい、面取りのヤスリがけが終了しました。これをやっておかないとですね、この後行う、穴開け作業の目印を引くですね、ディバイダーがね、曲がってしまうんですよね。ですからこのヤスリがけも大事な作業の一つです。はい、でヤスリがけをするとですね、革のこの角の部分にめくれが発生するので、そのめくれをですね、ヘリ落としで軽く落としておきます。この角のめくれはですね、裏表両面に発生するので、ヤスリがけもですね、裏表両面ぐるっと一周、行っておきます。こちら表面ですね、こちら側にも、ヤスリがけをかけておきます。
面が整ったらですね、こちらディバイダーを使って穴開け用の目印の線を引いておきます。この線が曲がるとですね、結局穴が曲がってしまうので、ステッチがね曲がってすごくね格好悪くなってしまうんですよね。一つ前の作業が次の作業にすごく影響してくるので、早くね完成をさせたいところなんですけれども、この辺はねじっくり丁寧に進めていった方がいいと思います。はい、こんな感じで穴開け用のね目印の線を引きました。そしたらですね、穴を開けていくんですけれども、フールではこの、ひしめパンチを使って穴を開けていきます。これがですねすごく便利な道具で、こういった感じで裏表ラインを確認しながら穴を開けることができるんですよね。これがですねひしめ打ちだと厚い部分なかなか難しいんですよね。フールではもうこのひしめパンチを使ってずっとですね製作をしています。まあ、要はですね、綺麗にまっすぐ穴が開けれれば、道具はね、何でもいいと思いますので、ご自身のね、一番合った道具を使って、こういった感じでね、ステッチ用の穴を開けてください。はい、これ角まで来たんで、2本目に持ち替えたところです。この角の部分や R の部分はですね、2本目で一目一目かけながら、穴を開けていくことで、均一なね穴を開けることができます。はい、角の部分開け終わったら今度はですねまた3本目に持ち替えて穴を開けていきます。こういった要領でぐるっとね一周穴を開けていきます。ほい、はい、こういった感じでぐるっとね一周穴を開けることができました。いい感じにね穴を開けることができたと思います。ここまで来たらねもうウォレットの形になってきましたよね。はい、ということでいよいよですねもう完成が見えてきました。あとはですね、縫い上げて、小刃を仕上げてというところで、もう完成が見えてるんですけれども、年末に向けてですねちょっと仕事がめちゃくちゃ忙しくって、編集がですねちょっと間に合わないんですよね。本当はですね今回の動画で完成まで持っていきたかったんですけれども、今回の動画はですねこの辺で終わりにして、次の動画でですね、完成させたいと思います。もしよければですねあと1本動画お付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた See you!